感に出したくないじゃないですか。自分がギバーだろうとする。売れ続ける営業マンは大きな契約預かるとむしろ不安になりますよ。本日はアスリーボの金沢社長にお越しいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、金沢社長を簡単にご紹介すると、今はアスリートを活用した事業を多岐に展開していて、もともとは保険で有名なプルデンシャルで1年目で営業日本一と、数々の塗り替えられない営業記録を持たれている金沢社長にお越しいただきました。営業にめちゃくちゃ強い金沢社長に、過去の失敗談だとか、どうやって初年度で日本一になれたのか、そういったノウハウに迫っていければと思いますので、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。動画の概要欄に金沢社長がやられている営業で勝つためのスクールがありまして、そのリンク動画の概要欄に記載してますので、興味ある方はぜひ見てみてください。じゃあ早速なんですけど、プルデンシャルって僕も見てる方も皆さん知ってると思うんですけど、どれだけすごい保険会社なんですか？アメリカから来て日本で初めて男性の大卒いっぱい取って完全フルコミッションでやった会社ですよね。まあ、理念がすごくしっかりして本当にいい会社です。完全フルコミッションってことは、できる人間はめちゃめちゃ稼げるし、できない人は稼げないみたいな感じですよね。本当にそうで、同じ商品扱ってて同じ教育を受けてきて、席隣で給料が100倍違うとかあります。プルデンシャルで一番トップ営業で稼がれてる方、給料どれぐらいになってくるんですか？プルデンシャルに限らず、保険の営業までやっぱ結果出してれば億プレイは全然出ますし、僕は超えてる時もありましたね。めちゃめちゃすごいですね。それだけ一生懸命やってお客様に貢献した結果ですよね。1年間ですよね、年収だから。しかも個人だから、これ全部利益ですからね。家賃もなければ一目取ってない。すごいですよね。ひたすら納税して社会にも貢献するという、ね、一般のサラリーマンの平均生涯給料1年間で超えてますよね。それだけのこう価値のある仕事だとは思いますけどね。そんな稼いできた田中社長にいろいろ迫っていきたいんですけど、ちなみにご出身はどちらなんですか？大阪ですね。大阪、はい、ガルの悪い地域で生まれ育ってます。大学はどちらに行かれたんですか？は京都大学なんですけど、至るまでは僕京大受験2回失敗しますからね。現役の時に京大に落ちて、はい、浪人中めっちゃ遊んでまた落ちて、で2回落ちて僕早稲田行ったんですよね。で早稲田でアメフト部に入って、はい、1年生の11月の時に、まあ、実家の自営業を自己破産しちゃったんですよ。お金なくなったんで、まあ、人生最初の決断で僕は早稲田を辞めるって決めて、12月の大阪戻って2ヶ月で京大行くんだって決めて、クソで勉強してゴールできたんです。そのコミット力すごいですね。ある意味強制力ですよね。その時はしんどかったけど、今になったらあの時頑張ってよかったなってことですね。京大でアメフトして日本一慣れずに留年して TBS やってます。 TBS でスポーツ中継編成で経験して、辞めてプルデンシャルなんですよね。 TBS 以外に選択肢だったんですか？おかげさまで電通さんとかリクルートさんとか、あとパイロットみたいなのもあったんですけど、僕はスポーツに関わりたいっていうのがあったんで TBS のスポーツに行きましたね。 TBS は何年間ぐらい働かれたんですか？2007年ちょいいましたね。だから僕はその京都大学アメフト部で日本一なれずに、日本一から本気で目指しなかった自分がいるっていうのは分かってるわけですよ。口では言ってるも実は本気でやってなかった、はい、そんな僕が TBS 入ってトップオブトップのアスリートを TBS の名刺のおかげで取材させてもらえるんですね。そこで彼らが本物で、自分がいかに口だけかって見せつけられるんですね。でそんな彼らが引退して極端に道がなくなるって姿を見てきたんで、彼らをお金守りたい、退職金作ろうと思って生命保険なんですよ。そこから TBS でプルデンシャル、アメトブで日本一なれなかった自分を取り戻そうと思って日本一の営業会社に日本一だ、だからプルデンシャルで日本一にこだわったんです。プルデンシャルに転職するタイミングって何歳ぐらいだったんですか？33歳になる年ですね。33でフルコミッション営業に転職すると結構勇気いりませんか？だいぶいりますね。いりますよね。子供もいて奥さんもいて家も買ってましたから、ね、そうですよね。その時に家族って簡単に許してくれるものなんですか？うちの奥さんがすごく素敵な方なんで、あなたも決めてるんでしょ、はい、私が今これで反対してもどうせ変わらないでしょ、でも条件は2人目の子供を作れって言われます。めっちゃすごいですね。お前もリスクやぞ、固定期の高点価値は覚悟決まるやんって言われてっていう奥さんです。奥さんも素晴らしいですね。僕が逆に腹くくらされたって感じですね。でそこから3年間もう会社の床で寝袋で寝てましたからね。キチガイジミで働いてましたから。キチガイジミで働き方ちょっと気になりますね。秋山さんもね、すごくやっぱりいろんな経営者になってるじゃないですか。その母数があるってすごく大事だと思うんですね。だ僕は人に合う母数を最大化するために、でも睡眠も確保したいからオフィス店で寝るっていう選択をしたんですよ。ちなみになんですけど、母数ってめっちゃ大事だと思うんですよ。むしろそれが一番大事ぐらい思ってるところがあって、金沢さんその初年度で1位取られたと思うんですけど、どれぐらいの方にお会いしてたんですか？毎日9時からもう1時間おきでタコがあって、夜もまたあってっていうのがずっとですよね、はいはい、保険の営業マンで会ってもらうまでが大変なんです。とにかく会ってもらえるんだったらもうどこでも飛び回ってんだ会ってました。考えてみたら、人って起きてる時にしか会えないんですよ。人が寝てる時に自分の仕事をすればいいし、自分が寝なければ24時間人はどっかで起きてるんですよ、うん、どこ行ってでも人に会えると思って動いてましたからね。っていうぐらい追い込んでた時期もあるってことですね。めちゃめちゃ営業やられてる金沢さんが、過去営業で失敗した話をお聞きしたいなと思って、トップ3みたいな形でお話聞けたらなと思ってて、いっ
ぱいあるんですよ。もういろんなことがあるんですけどね。だから僕の中では神さん見てるなと思った失敗は、まあ僕 TBS にいたので、はい、もちろん最初の営業先ってテレビ関係者とか広告代理店の方多いんですよね。で、普通の僕より3期ぐらい下の後輩がいて営業をしに行きます。当時の関係値もあるし契約するもんだと思ってたんですね。で、夜の8時ぐらいかなんか電通のオフィスで待ち合わせで、うん、でもその汐留から新橋から歩いてくる途中でめっちゃお腹減ったんで、後輩氏またしいやと思ってラーメン食っちゃったんですよね。僕はそのアポに遅れていくわけですよ。でもまあ後輩氏も契約するしと思ってたんですけど、見事に断られたんですよね。で、そこで僕は思ったのは、神さん見てると思いましたね。相手の時間に対してちゃんと行かずに後輩だからって舐めて自分の都合をお腹優先して食べたらやっぱり断られるわけですよ。今後に大きな変化っていうか、誠実にやろうっていう気づかされたところですね。失敗の大きさじゃなくて今後に生きるみたいな失敗失敗としての捉え方めちゃくちゃいいですよ。なんかそこで言うと効率化って言いますけど、はい、無駄なことを知らないと効率化できないじゃないですか。やるってすごい大事なんですよ。でうまくいかなくても、はい、これじゃうまくいかないって分かった成功体験だからどんどんやればいいし、全ての行動は全て効果的にできるんですよね。無駄、失敗した、無駄だって分かった、あ、これ効果的だったなって思ったんで、はい、休みが全部こうプラスに捉え直すっていうのも営業マンですごくやりましたね。現営業マンなるとあれですよ、今まで金沢さん言ってくれた人が着信拒否とかね、そういうのもあるんですね。やっぱり TBS 辞めるときに一番最初に俺がお客様になるから資格取ったらすぐに連絡してきてくれって言ってくれた先輩に電話したら着信拒否でしたね、はい、マジっすか。結構ダメージきますね。それかなりきますよ。っていうのも経験してる時期もいっぱいありましたからね。その他ってどんなご失敗をされてきたんですか。商談中にご家族で来るわけですよね、はい、まあ、奥さんと喧嘩しちゃったとかもあります。やっぱこう合わずにでこっちも喧嘩っていうか言い合いになっちゃうわけですよ。もう対立構造、お客様とやっぱ対立構造絶対うまくいかないのに、まあ、そういうのも終わった後で深く反省もあれば、一番大きなのはもうプルデンシャルは当時は 3W っつって3件の契約を預かるのが成功するよって言われたんで愚直に追い求めてるんですよね。どうしても日曜日になって2件しか契約なくてあと1件がない時に代々木上原に住んで後輩に連絡してカフェでもうずっと打ち合わせるわけですよ。もうこっちとしてはその1件どうしても欲しいから、お前契約するまで解散映像雰囲気を出しまくってるんですよ。で向こうは最後5時間ぐらい僕粘ったと思うんですよ。やばくないですか。もう完全にフォーミーな営業してたん でそれで彼がまあしぶしぶサインするじゃないですか。で僕としてはよしこれで3件いったと思って喜んでたら、翌日にはまあ会社にクーリングオフとクレームの連絡があって、そこでまたこう気づかされますよね。クーリングオフとか起きたら評価下がるとかあるんですか。評価は下がらないです。まあまあへこみますよね。そういう意味ではそういういろんなこう本当に申し訳ないことをしました、ごめんなさいっていう方々がいたおかげで営業スタイルも変化できたし。営業スタイルはどうだったのがどう変わったんですか。いやもう最初はもうフォーミーですよね。完全振り込む人たちやっぱり営業成績も出るわけだから、自分のためにアポをいただくし、自分の契約のためにやっぱりいろいろ話をして、もちろんそれでね確率的には何件かお預かりできたし、やっぱりいい関係続かないし、それこそさっきの奥さんと喧嘩しちゃったのも中高ずっと野球部で同期で仲良かったやつなんですよ。そいつの家行って奥さんが反対してきて、はいはい、でもこっちとしては契約欲しいから今後押し込んで、彼とはそこから疎遠になっちゃうわけですよ。っていうような苦い経験があるから買われて、自分の契約のためにってどんどんやってたんですけど、それで先ほどクーリングオフ食らってクレーム食らった時に気づかざるを得ないですよね。スタイルが変わったのはプルデンシャルに変わってどれぐらいの期間でそれに気づけたんですか。僕は半年弱ぐらいですね。ちょうど1月入社で2月デビューの6月7月あたりです。じゃあその半年間はテイクな営業、テイクな営業だと思いますよ、うん、まずは知人に組んでね数受けってもあったんですけども、だから考えたら嫌なことをしてるわけですよ。いきなり電話してお久しぶりってお元気してる、うん、ちょっと久々に会おうぜって会って、うん、お茶したらいきなり俺保険営業もなってさ、うん、バー出してこい、もういいから決めてお前が書いてよみたいな、傍から考えたら絶対嫌なわけですよね。絶対嫌っすね。その半年間は成績上がってたんですか。まあ、それなりです、ね、それでも上がってたんですね。それだって、まあ、強引でしたから。振り返ると焼け野原ですよ。紹介出ないし、中にはすけど着信拒否になるとか問診するとかも出てくるしもう金沢になったら保険いないからって、まあ僕みたいに逃げていく人もいるし、うちも今社内で焼き畑的な営業はやめようって話をしてるんです。やっぱり一回やっちゃったらなんか終わりみたいな営業ってある中で、金沢さんがやったそういう紹介が出るとかそういう営業の方が広がりがすごいあるじゃないですか。なんで話を聞いててすごい今の課題なんだよなっていうふうに思いました。まあ、でもそれもある意味そういう営業して失敗したから気づけるんですけど、ね、まあそうですね。それはそれで半年間僕のために不快になった人にこう心からお詫びをするとともに、はい、その方のおかげで今があるっていうね、それはありますね。ちなみにじゃあその半年で営業スタイル変わったっていうのは具体的に
どういう変わり方をしたんですか？どっちかしたら売るんじゃなくて、はい、伝えるって感覚になりましたね。決めるのはお客様なんですよ。ただ僕たちの扱ってる商品サービスは必ず役に立つって僕は信じてるんで、それを伝えることはあるくらいですか。アポだって誰のためにいただくのって自分の営業成績のためじゃなくてお客様のためにいただこうと。だってアポいただけないと僕らのやってることを伝えられないんで、とにかくそういうスタンスになってからうまくいきましたよね。してさえ言ってくれればタイミングが来たら選択肢入るんですよ。でまた誰か保険の必要な人は僕を紹介してもらえるんですね、はいはいはい、そういう関係者だろう。冒頭で営業は数会う最初の募集団が大事だみたいな話があったと思うんですけど、はい、どういう手法でそこは開拓されてることが多いんですか？それはフェーズによって違いますよね。最初の方なんかは保険の営業マン好きなんかも知人に電話しまくって会うしかなかったんですけど、はい、ある程度そこからいかに紹介をもらうか。紹介をもらうってめっちゃ大変じゃないですか？全部そこが命ですからね。この営業のゴールセッティングは契約を預かることじゃなくて紹介いただくことでした。だから見込み客の数がいっぱいいると強引な営業しなくて済むんですよ。その人がダメでもいるわけです。いなかったらもうその人から預からないとってなるじゃないですか、はい、見込み客をいかにストックするか。契約預かってもご紹介いただけないと見込み客が減るんですよ、ね、あで契約預かれなくてもご紹介できれば見込み客は変わらないです。どうやってご紹介をいただくんですか？まあ、紹介くださいでちゃんと意思表示することも大事ですし、この人だったらつないでいいなと思ってもらえるようなプロセスを踏んでいかなきゃいけないですよね、うん、に出したくないじゃないですか。自分がギバーだろうとする、まあ、そういうのも本当に強引な営業をすると振り返ったら誰も紹介してくれないわけですよね。変わっていかなきゃ。トップ営業マンとか短期的に結果が出る営業マンっていうのはいっぱいいるんです、はい、そういう人は大きな契約預かったらよっしゃーって嬉しくなって終わるんですね。売れ続ける営業マンは大きな契約預かるとむしろ不安になりますよ。ごみ客減るんでっていう感覚ですね。ちなみにプルデンシャルの営業って基本的にはお金を持たれてる方に営業しに行くじゃないですか、うん、その富裕層を開拓するってハードル高いかなと思ってて、うん、どうやって開拓されてるんですか？そこで言うと保険の話じゃないですね。人としてちゃんと紹介してもらえるようになっていく。まずはどんな形でもいいから人としてそういう方にお会いするってことが大事っていうことですか？絶対大事ですね。で保険売ろうろとしたら向こう嫌がるに決まってないです。で富裕層の方って特に周りいっぱいいるわけですよ。その人が付き合う理由っていうのはその人って何がプラスになるんだろうっていう。でも保険の商品なんかみんな一緒なんでね、自分にとっての価値サービス何なんだろう。なるほど。それこそ僕岩手出身なんですけど、中学校の野球チームの先輩に菊池雄星さんがいるんですよ。でも菊池雄星さんとかとめちゃくちゃおつながりじゃないですか。そういう方々とたくさんつながってるの見てて本当にすごいなって思ってますね。いやでもそれも人のご縁の連鎖反応ですけどね。これもよく言ってたんですけど、自分は僭越ながらダイヤモンドだと思ってるんです。でもダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨けないんです。ダイヤモンドの手に入り努力は惜しまないですよね。で原石はまた磨けるじゃないですか。僕も磨いてきてもらってる。そういう方々と僕は同じ時間を過ごしたいんですってのを常に言っていて、ダイヤモンドの方と会いたいからダイヤモンドの方会わしてくれとかね、保険じゃないんですよ。で僕も磨けるし磨き合いたいし高め合えるんでっていうところが軸ですね。ちなみにそのご紹介いただくときに、例えばどういう方とお会いしたいですってこう言うじゃないですか。どういうご紹介をの方とお会いしたいっていうお願いをするんですか？保険で回ってる社員ももちろんあるわけですね。そこは確実に保険ニードあるタイミングの方、例えば最近結婚された方とか、でそうじゃなければ最近めちゃめちゃ頑張ってる人とか、僕と会いそうな人とか、お互い磨き合えるような人とか、でそういう話をしていきますよね。紹介してくださる方が紹介したと思ってもらえるように、人って偏方性の法則が当たるので、はい、まず最初に紹介したりします、ね、ギバーにギブするとギブンされますから、ギブ&ギブンなんですよ。ギブ&テイクじゃないですか。とにかくテイカーにギブするとギブ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 で終わっていくん でそれをギバーにするからそう思ってもらうわけで、テイカーにすると当たり前って感じなんで、なんかそれで言うと僕すごい気になってるのが、お仕事にコミットしてたんだなっていうのがすごい伝わってて、プルデンシャル時代の一番のハードワークエピソードを聞いてみたいです。毎日夜10時11時まで人に会って、はい、支社戻ってきて、はい、この日の書類の整理したメール整理とかして、明日の準備して2時3時に雑居ビルの給湯室で体拭いて洗って、髪の毛洗って歯磨いて寝て、で6時ぐらいには起きてまたメール送って準備して、1時からは外出て、で隙間の電車の中で10分15分寝てのをもうやってましたよ。で土日なんかも家族と一緒に車でお客様のとこ移動してる、移動時間家族と一緒なんですよ。で商談して、で家族で飯食って家族を家に送った後、僕また支社に行って仕事して、そういう風な働き方をしてましたね。でもそれがあるから働き方も変わりますけどね。人ってなんか頑張る時に頑張れば後々それが自分のためになるんですよ、はい、頑張るタイミングってあるじゃないですか。ここで頑張りきらんと多分ずっと同じのが続くんですね。そんなにハードワークもして結果も出された金沢さんが、この営業マンすごいなって思った人とかっていますか？僕案外クロージングしないタイプなんですよね。投げっぱなしタイプなんですよ。ザ営業マン、ガンガンクロージングする人とは逆に僕はすごいなと思います、はい。
あとはこうそのスピード感の人もすげえなと、僕の中では関係性作りたくなるタイプなんで、それはそれですごいなと思います。ああ、なるほど。金沢さんのやられてるスクール、営業マンのためのスクール事業あるじゃないですか、はい、あれって簡単に言うとどういうスクールなんですか。まあ、僕がっていうよりも一人僕の直下ですげえ頑張ってるやつがいて、そいつがいろんな僕のエッセンスを吸収して、彼が1年間伴走して成果にコミットするってやつなんですね。結局いくら聞いて知ってても知ることとできることは違うんですよ。知るとできる間に実行しないとできないんですよね。実行なかなかみんなしないんですよ。だからそこをちゃんと伴走してしっかりできるようにしていくと、うんうんうん、でそこの中に僕のいろんなエッセンス考え方とかも注入して、月に1回はちゃんとみんなでグループコンサルしたりとか、はいはい、そんな感じですが、営業版ライズアップですね。ちなみにその営業手法ってどなたかから教わったんですか。で教わったっていうよりも人のいいとこ取りいっぱいしてますね、はい、いろんな人が見るじゃないですか、はい、あここいいな真似しようっていうのを、真似かける真似かける真似かけるまではオリジナルですから、いろんな人のいいとこ取りですよ、まあ、結局数をこなした結果編み出したって話ですか ね。例えばじゃあこれを見て、多分今見てる方って営業に興味ありますとか、うん、どうやったら僕も営業マンとして年収何億も稼げなりたいかって思われてる方も多分すごいいらっしゃると思います。と実際僕も今いろんな経営者様とお会いする中で、やっぱり経営者でも営業苦手な方多いじゃないですか。例えばそういう方に対して営業上手くなりたいならこれが大事だよっていうのを2つか3つ挙げるとしたら何を挙げますか。一番僕根本であるのは、売ることは正義って思い込むことです、ね、稼ぐこととか売ることが悪いことって、なんか日本ってなんかそう なんかあるじゃないですか。ありますね。違うんですと、相手の役に立つことをやってて、そのサービスを提供すること相手のためなんですよ。契約は一番の貢献だって思い込むことですね。自分に売るってことですね。必ずこの商品役に立つんだ、堂々と伝えればいいじゃないですか。決めるのはお客様なんですよ。伝えることは何で悪くない、伝える母数が多ければ確率で案件化しますから。じゃあまずは売ることは正義って思い込むこと、思い込んだ上で次何が大事になってきますか。コールとアクションすごく大事だと思いますね。こうしてくださいっていうのを、決断してください、紹介してくださいっていうとか、ってことで言うと逃げ道も一個作って、はい、ノーだったらノーでいいんで決めてくださいってことなんですね。ちょっとずうずうしく嫌がらない程度にお願いをするってことですか。まあ大事ですよね。だって紹介なんかは絶対お願いですから。最後に金沢さんがやられてるアスタックについてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、アスタックってどういうサービスなんですか。アスリートを収益化したいと思いなんですね。日本ってやっぱアスリートにお金を払う文化がないんですよ。欧米はスポーツはエンタメ、日本はやっぱスポーツは体育教育、この前提違うがゆえに未だに連帯責任って言葉も出てくれば、オリンピックで活躍しても報奨金なんかほぼないし、教育だからお金にしちゃいけないっていう感覚があるんですね。僕はそこをすごく買いたいしっていうところを解決する手段として、レジェンドアスリートの第一弾で野村忠宏さん、柔道3連覇ですね、テニス伊達公子さんで、野球の古田さん、バドミントンの塩田玲子さんが第二弾入ってきていただいて、で彼らをいろんな企業の広告当時僕ら使ってもらってるんです。ホームページでビーバーな会社案内どんどん使ってくださいって、うん、レジェンドアスリートが企業に応援するんですね。そこで出た売上の一部を今頑張ってるけどお金がない現役アスリートの活動費にしてるんですよ。で脱走者アスリートはまた集まってもらって、実はアスリートピッチ大会ってやってるんですね。でそれも去年やったんですけど、俺はこんだけ能力ある、でも海外遠征いけない、行き先すればオリンピック出れるんだ、そんなプレゼン大会を肖像を出してくれてるアスリートと肖像を使ってくれてる企業が参加して、彼らが審査員として投票する。で去年やったアワードでは大賞を取った選手は陸上 100m10 秒12、日本5番手なんですよね。パリオリンピック出れるかどうかなんです。この2月3月は寒い日本じゃなくて、はい、暖かい南半球ニュージーランドで合宿をして調整して9秒台出してパリオリンピック決める、そのための活動遠征がをしてプレゼンで、彼は大賞をゲットして、今その僕たちが出してるお金でニュージーランドで合宿してます。でそういう取り組み で参加企業増えれば出せる金額増えるんですよ。去年は総額400万で、今年のアワードは合計1000万になります。コツ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 元気玉を作っていくっていうのを一つやってますね。アスタックサービスのリンクと SNS を動画の概要欄に記載してますので、ぜひ皆さん、はいはい、見てみていただければと思います。もう一つ営業研修サービスについてもちょっとお伺いしたいなと思っております、はいはい、そこはあの僕がやっぱすごく営業してきた中で、はい、営業マンって全員成功できるんですよ。全員成功していいんですよ。成功する人の役に立つじゃないですか、はい、でもなんかうまくいかない人がいると、彼らをうまくやっぱり成功してほしいと思いで、この鍛えたやつが1年間伴走してしっかり成果にコミットする。でそこはハウだけじゃなくて考え方、あとは行動管理しっかりしてっていうところですね。で営業マン成果出たら自分が幸せになりますからね。成果は一生資産になりますからね。だったら成果出しに行くんですよ。人ってやっぱりサボるから強制力で、そのまた僕の鍛えたやつが伴走するんで、本当に営業版ライズアップです。営業版ライズアップですね。はい、成果出しましょう。営業版ライズアップの研修サービスも動画の概要欄にリンク記載しますので、興味ある方ぜひ見ていただければと思っております。そして最後にぜひ視聴者の方に金沢さんから何か一言いただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。営業の方も見てくださってると思うんですけど、営業って本当
当に素敵な仕事で、僕なんか日本の営業の価値を変えたんですよね。例えば奥さん方が集まってる時に営業マンってなかなか言いにくい、奥さんにと思うんですよ。確かに。だから僕世の中の奥さんたちがうちの旦那営業マンでいろんな人に貢献してめっちゃ稼いでくんのって堂々と言えるようにしたいんですよね。ぜひ営業本当にいい仕事なんで、そのためにはやっぱ成功しなきゃですね。自分なりに頑張ってますが一番良くないんで、結果出しに行きましょう。あとアスリートスポーツに興味がある方はぜひここも一緒にやればと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に金沢社長が稼がれてた年収額、本当にすごいので、営業したい方めちゃくちゃ勉強になると思いますので、ぜひ動画の概要欄から見ていただければと思っております。金沢社長、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。